2010年のイタリアグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第4戦として、6月4日から6日まで、イタリアのムジェロサーキットで開催された。125cc クラスの予選では、ドイツのサンドロ・コルテセが、シーズン初のポールポジションを獲得し、前年の第14戦ポルトガル GP 以来7戦続いていた、スペイン勢の連続 PP 獲得に終止符を打った。 2番グリッドには、セッション途中で転倒を起死したポル・エスパルガロ、以下ブラッドリー・スミス、ニコラス・テロルが、フロントローに並んだ。日曜日の決勝レースではそのコルテッセは2周目に、転倒し、フロントローの残り3人に6番グリッドの、マルク・マルケスを加えた4台でのトップ争いとなった。最後はマルケスが0.039秒差で逃げ切り、グランプリ初優勝を遂げた。2位には、 ポイントリーダーのテロルが入り、3位に終わったエスパルガロとのポイント差を6に広げた。元2クラス予選では、アンドレア・ヤンノーネが、クラス初のポールポジションを獲得、以下とニエリアス、アレックス・デアンジェリス、ジュールク・クルーセルが、フロントローに並んだ。決勝レースでは、ポールポジションから飛び出したイヤンノーネが独走し、地元 GP でクラス初優勝を遂げた。 5台で行われた2番手争いは6番グリッドからスタートしたセルヒオガデアが制した。続いて26番グリッドから23人抜きを遂げたシモーネコルシが2戦連続となる3位表彰台を獲得した。4位にトーマスルティ、5位にエリアスが入った。5番グリッドからスタートした富澤康成は一時2位にまでジャンプアップしたが最終的には6位フィニッシュとなった。これで ポイントランキングではエリアスがトップを維持、2位の富澤との差は1ポイントだけ、広がり19ポイントとなった。3位のコルシは連続表彰台で大きく、差を詰めてエリアスから23ポイント差となった。土曜日の予選前のフリープラクティスで、フィアットヤマハのバレンティーノ・ロッシが高速コーナーでハイサイドを起こし激しく転倒した。これによりロッシは、 右頸骨解放骨折の重傷を追いヘリコプターで病院に搬送、その日のうちに手術を受けた。グランプリにデビューした1996年の開幕戦以来一度も欠場することなく参戦を続け、前戦フランス GP まで史上最多連続出場記録を更新し続けていたロッシュだったが、その記録は230戦で途絶えた。その後の予選セッションでは、 レプソル・ホンダのダニ・ペドロサがシーズン2度目のポールポジションを獲得。続いて、ロッシュのチームメイトのホルヘロ・レンソ、ドゥカ・ティマルボロのケイシー・ストーナーがフロントローに並んだ。日曜日の決勝では多くの観客がロッシュの早期復帰を願う横断幕を掲げた。スターティンググリッドに並ぶライダーたちも病室でテレビ観戦しているロッシュに向けてメッセージを送った。 これに対しロッシも電話インタビューで答え、ファンとライダーへ感謝の意を伝え、1日も早い復帰を誓った。レースは、ポールポジションのペドロサが独走し、シーズン初優勝を遂げた。ポイントリーダーのロレンソが2位、続いて、ペドロサのチームメイトのアンドレア・ドビツヨーゾが2戦連続の3位に入った。これで、ポイントランキングでは、ペドロサがロッシ、ドビツヨーゾを抜いて2位に浮上した。 表彰台、ありがとうございます。